自分からはなかなか手を出さないような分野に挑む機会を与えていただけるのはありがたいことですね。普段甘いものは作らないので、こういったシーンをうまく見せられるかどうか、実はあまり自信がありませんでした。撮影前に相島さんと寿さんにお誘いいただき、一緒に練習しました。おいしくなあれと呪文を唱えて、実際の撮影でも納得のいく出来になったと思います。蜂蜜を入れるレシピに惹かれたので、私は生チョコを作ってみました。蜂蜜は常用しているので扱いに慣れていますから。次のシーンの撮影にもこのチョコレートに思いを託す気持ちで向き合いたいと思います。今日はバレンタインデー。惹かれ合う二人にとって特別な日。純粋に思いを伝えられる人々を今日だけは羨ましく思ってしまいます。秘めた恋のまま迷っていても幸せが訪れることはない。このチョコレートがあれば私にも勇気を出すことができるでしょうか。素直になれない唇に甘い一口を。ほんの小さな一歩で世界が変わることもある。